お前が戦国虎ノ城だな。ま、待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、屯所まで来てもらう。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国は。なんや、遅いやないか、起きた。どういうことだ。さーて、どういうことやと思う。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけや。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうことを知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんざかい。ほれ、ええの、セリザーカモもそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっ放すわ。えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂当てならんで。それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。ああ、そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。な、なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、バックへの口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。
ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたんは獅子たちだけどちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何？なあ、起きてはん。そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん。はあ？起きた。ええ加減だ。くりゃ！なんでや。起きた。お前。聞いたことないか。カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さて、戦国藩の最後の質問。その答え、はじめちゃんには教えたろうが。なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。